グロスター・スパロー・ホーク日本で運用されたスパロー・ホークアイ・グロスター・スパロー・ホークは1920年代前半のイギリスのタンザ戦闘機でグロスター・エアクラフトがニューポール・ナイト・ホークを発展させたものである。日本海軍のために50機が製造され、さらに日本で40機が製造され、1921年から1928年の間運用された。 1920年初めにニューポールが閉鎖されると主任設計者のヘンリー・フォーランドをグロスターに雇われ、グロスターはニューポール・ナイト・ホーク戦闘機の製造権を入手した。1921年イギリスが日本海軍の航空技術の向上のためにセンピル教育団を派遣するときグロスターはナイト・ホークを改造して日本海軍の使用に合わせた。 ナイトホークの性能は搭載されている ABC ドラゴンフライエンジンの信頼性のなさによって害されていたのでナイトホークの在庫の部品にエンジンをベントリー BR2 を装着した機体50機を製造しさらに40機分の部品が横須賀海軍技術交渉で組み立てられるために送られたグロスターで製作された50機のうち30機が短座の陸上戦闘機のスパローホークアイで 福座の練習機型のスパローホーク2、10機と関西用のスパローホーク3、10機である。横須賀海軍技術交渉で組み立てられた40機は、スパローホークアイである。1機のスパローホーク2が民間機として製造され、1922年にはロンドンで行われたエアリアルダービーに参加した。後に、グロスター・グルースの原型機となった。1921年から、 日本海軍での運用が開始され、航空母艦、包章は未完成であったので、戦艦、山城の砲塔の上に設けられた艦板から10機のスパローホーク3の離陸訓練に用いられた。包章が完成した時点では、国産の戦闘機、重式艦上戦闘機が運用されたため空母での運用はなかった。陸上基地で1928年まで練習機として運用された。 マーズ2とも呼ばれた陸上戦闘機30機がグロスターで製造された40機が横須賀海軍技術交渉で組み立てられたマーズ3とも呼ばれる複座の練習機マーズ4短座艦上戦闘機10機製造ありがとうございます